早くも中古車サイトに登場。静岡県浜松市の自動車販売店、タカオートコレクション株式会社タカ TAC は、新型日産フェアレディ Z バージョン ST を販売している。2022年1月に開催された東京オートサロン2022にて、日本仕様が初公開となった新型フェアレディ Z。型式の更新こそないものの、車シーは約8割が新設計とされる。フロントが初代モデルの S30 型、リアが Z32 型を、彷彿とさせるデザインも話題になった。また、2022年7月には、世界的な半導体不足による、部品調達の遅延などによる、受注停止措置も発表された。今回、この新型日産フェアレディ Z バージョン ST を、同社ウェブサイト、および大手中古車専門サイトに掲載した。タカオートコレクション株式会社タカ TAC は、レクサスをはじめランボルギーニ、フェラーリのカスタマイズのプロデュースを、得意とする自動車販売店、メルセデス・ベンツ S クラス、W223 型や、レクサス LC の中古車も販売している。掲載されているのは外装色にイエローが選択された MT の個体。業者オークションを通じて仕入れたとされており、走行距離はわずか 30km。価格は横断とされており、市場に流通していない希少モデルの動向に注目が集まる。なお、販売店によると、この日産フェアレディ Z は、現在店舗での展示はされていないため、車両の確認に際しては事前の予約が必要という。